おい清正、客が引いてんぞ。ムキになってんじゃねえよ主催がよ。ああ、こういうとこでそのあだ名呼ぶんじゃねえよ。邪魔。マイキーは興味ねえやつとは喋んねえんだよ。清正、いつからそんなに偉くなったんだ。総長に挨拶するときはその角度な。マイキーがそう言うんだからそうだろ。タケミッチ、トーマンの名前を落とすような真似すんなよ。てめえらぼーっとしてねえで解散しろ。あ、これなんかムカついたからのしといた。お前ら全員ここに並べ。うつ伏せな。おいおい離れすぎだよ。痛えのはお前らだよ。宇田川のチームが新鮮で幅利かせてるって元気してた。誰？おい殺すぞガキ。いきなりぶん殴ってはいさよなら。ふざけんなよこら。ああ何言ってんのか聞こえねえよ。誰に向かって口聞いてんだ。二度と。タケミッチ、俺相手に凄んだな。いいよ譲れねえもんがある。今時女にそれ言うやついねえぞ。昭和だな。ビッとしてたぜ。喧嘩強えやつなんていくらでもいいんだよ。でもな、譲れねえもんのためならどんなやつにでも立てつける。お前みたいなやつはそういねえ。考えとけよタケミッチ。お前何嫁なんか連れてきてんだよ。あ、ひなちゃん、この前は脅かしてごめんな。おいエマ、この子タケミッチの嫁だからしっかり守っとけ。何お前エマと知り合いなの。タケミッチ終わったか。ほら集まれてめえら、集会始めっぞ。おいパー、黙ってろ。許してやってくれよタケミッチ。パーは今聞いたってるからよ。付き人やだよ。付き人とかうぜえし。だいたいお前何の役に立つの。ああ、ほらマイキー、あただぞ。もうやってらんねえ。食ったらすぐ寝んの。いい加減直せよ。マイキー着いたぞ。ちょっとな、パーのダチの彼女だ。5日間意識戻ってねえって。全部俺らの責任です。黙れマイキー。これからメビウスと揉める。俺らの世界のことは俺らの中だけで片付ける。うちのメンバーにもみんな家族もいれば大事な人もいる。関係ない人巻き込んじゃダメだ。周りのやつ泣かしちゃダメだ。下げる頭持ってなくてもいい。人を思う心は持て。ああ、さっき食ったばっかだぞ。どういう理屈だ。明日パーチン呼べるか。頼む。渋谷の風俗街で生まれた。親父は知らねえ。お袋は風俗嬢。2歳の俺を残して消えた。俺の家はファッションヘルスだ。サインお願いね。ウィース、毎日牛乳飲んでるかな。ウィー、いらねえ。ああ、小学5年生ピンクのタオルとローションの匂いにまみれて俺は育った。剣じゃねえよ、ドラ剣だ。当たり前じゃん。サクッとやってよ。体はその辺の中学生よりでかかった。俺は四将の竜宮寺剣、ドラ剣だ。このドラゴン見つけたら隠れとけ。小5でドラゴンのタトゥー。逆らうやつなんて中学生でもほとんどいなかった。すいません。この界隈仕切ってるサメ山一派だ。一度パンイチで袋叩きにされてからさすがに俺も逆らえなかった。なんつうガキだ。さすがの俺も高校生、しかも強えやつ相手に勝てる自信はねえ。あいつらんとこ連れてったら締められんのがオチだ。この前に一回俺もマイキーと喧嘩して。おいお前七将だろ。マイキーってやつ探してるんだけど知らねえ。想像と違う。もっとごつい俺よりでけえ化け物かと思ってた。むしろチビ、ただのガキじゃねえか。近寄ってきた。どうする、やるか。え、どうって、むしろ何それ。あのマイキー君だよね。中学の先輩が君のこと呼んでこいって。いや無理にとは。え、変なやつ、調子狂う。こんなヘナチョコ速攻でボコられんだろうな。ジース、呼んできましたよ。こいつがマイキー。その瞬間マイキーは一直線にサメ山の方へ走り飛んだ。すげえ、
なんでお前がここに？アリーガー、今大事な話してんだ。タケミッチが引かねえって言ってんだ。少しメビウス調べてみてもいいんじゃねえの、マイキー。あ？そういう話じゃねえだろ。しょうがねえな、マイキーは。危ねえ、マイキー。幼い、てめえがなんで負けたか教えてやるよ。不良の道外れたからだ。女回したり親襲ったりよ。やってることがクソなんだよ。いいか、また下道な真似しやがったら、俺らがとことん追い詰めて殺しに行くかんな。てめえらの頭はうちのマイキーが乗せた。文句あるやついるか。いねえなら今日からメビウスは東京卍会の参加とする。おいメビウス、自分らだけ逃げようとしてんじゃねえよ。幼いに肩貸してやれ。あ、何やってんだよバー。幼い、幼い、ボーッとしてんじゃねえマイキー。みんな捕まっちまうぞ。誰と誰が揉めるわけねえって。見舞いに来たぞ、タケミッチ。あっちいな、この部屋。野郎ばっか行っからか。あ、なんでお前ら立ってんの。追加買ってきたから食おうぜ。パーは結局1年以上は出てこれねえ。生きてる、死んでたら成人まで出てこれねえよ。あの野郎ふざけやがって。あ、ごめん。だから謝ってんじゃねえかよ。とにかく俺はもうマイキーとは縁切るわ。東満も終わりだ。あ？あ？てめえこそなんでここにいんだ。俺もそうだよ。あ？何言ってんの。俺のダチだよな、タケミッチ。あ？お前がどけよ、チビ。おい、お前何様。てめえ正気か。やんならとことんだ。上等だ。いつの間に。ああまあ落ち着け。パリーって、お前のこと傷つけるつもりはなかったんだ。きったねえタケミッチ。くっせ。笑ったな、超くっせえし。俺が悪かったよ、マイキー。すげえ待ったし。おい早くしろよ。ああ、太るぞ。やめとけ。だって全この雨じゃもう帰ったんじゃねえか。おう、ペー、どうした。助けなんかかけて。エマ、これ持って向こう行ってろ。ペー、やっぱお前は納得いかねえか。俺が気に入らねえんだろ。怠慢か。買ってやるよ。ああミスや、タケミッチ。ああ疲れた。さすがに限界か。あとは頼むぞ、ミスや。ああ黙いて。やっと来た、マイキーのバブだ。祭りの日に大乱闘。血が踊るじゃねえかよ。ああマイキー。タケミッチありがとな、タケミッチ。イーナちゃんとエマ連れて逃げろ。俺は大丈夫だ。早くしろ、タケミッチ。じゃあタケミッチに1億円。くだらねえけど乗ってやるよ。してねえよ、タケミッチが勝つ。絶対話すな、タケミッチ。てめえは地獄行きだよ。指一本で倒れそうだな、タケミッチ。ありがとな、タケミッチ。お前は俺の恩人だ、マイキーを頼む。ああ、いいんだよ別に。何調子こいてんだよてめえ。全身で浮かれてんじゃねえかよ。ちょっとチヤホヤされたからってつけやがってんじゃねえ、バカ野郎。ダセえぞ。あ、キモ、よくそんな悲しいことを声荒げて叫べるな。あ、そうだ、これマイキーからお前に渡せってさ。東満立ち上げの時マイキーが着てた特服だ。東満にとって命みてえな代物だ。着るか着ねえかはお前次第。でもお前に持っていてほしい。てよ、タケミッチ、お前は東満の恩人だ。みんな認めてる。俺もその一人だ。俺からも改めて礼を言う。ありがとう。それ、大事にしろよ。会ってけよ。多分屋上で昼寝でもしてっから。久しぶりだな、タケミッチ。無事でよかった。まあな、そっか。で、要は、タケミッチ、俺は自分のしたことを後悔してねえ。ここにいるのも当然の報いだ。東満がこんなことになっちまったのも俺のせいだ。俺があいつを止められなかったから。東満か、
ガキの頃は良かったな。ただチームでかくするって突っ走ってよ。喧嘩喧嘩で毎日が祭りみてえで、東満は俺の全てだった。もう一回人生やり直しても俺は同じ生き方を選ぶ。後悔はねえけどよ、本当にもう一度人生をやり直せるなら一つだけやんなきゃいけねえことがある。妃を殺す。竹道、東京から離れろ。殺されかけたんだろ、だからここを訪ねてきた。妃にとって人を殺すのは虫を殺すぐらいのことだ。妃はマイキーに心酔してた。でもそれがいつの間にか憎悪に変わっていた。妃はマイキーの大事なもん全てを奪いたいんだよ。妃。おい、うっせえよ。ガキじゃねえんだからよ。銭湯ではしゃぐんじゃねえよ。ああ、生き返るわ。あ、こんなのへでもねえよ。鍛えてるからな。ほれ見ろよ、俺の腹筋と傷だろ。おっ、おてめえ何すんだこら。ふっけんなこの野郎。治ってるとかの問題じゃねえさ。あらっ、だった俺の臨水シャンプー。危ねえ、やめろ。竹道、お前いつも頭になんか乗ってんな。さすがだな竹道。でもお前は一回死んでこい。なんてやるんだ。お前がやったんだ。行くぞ竹道。